ども皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。本日のテーマソングはバリバリテンション高くいく曲いきます。ウルフルーズのガッツだぜ。これやります。ウクレレで、はい、テンション高くなる。これはいつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレオリジナル超シンプル簡単バージョン。後半はこの曲めちゃくちゃファンキーなんですよ。もうグイグイこう踊れるやつですよ。ちょっと難しいけどかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高。ぜひ皆さんも音楽やってくださいと言うんですけどね、私きっと苦手で無理なんです。私が楽器は苦手、聴くの専門ですっていう声が聞こえてきそうですけど安心してください。そんな皆さんでもあっという間に音楽ができるようになるのがガズレレでございます。このガズレレではですね、そのような方がもうあれよあれよと弾き語りができるプログラムがございまして、それを見ているだけでどんな人もすぐに音楽ができるようになります。今それを見て世界中の方が何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんもやりましょう。YouTube ですからね、スマホでも見られるし、いつでもちょっとした隙間時間にできて無料。始めよう。もうちょっとしたらこのリンクあります。このリンク先の上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけでいけちゃいます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲くらいもアップロードされてあります。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、大体世の中にある曲をもう毎日毎日ちょっとずつ増やしてもう1300曲です。これね、簡単アレンジにしてますんで、どんどんできます。でもしかもね、その各動画にかっこいいバージョンもつけてますんで、ちょっと簡単バージョンできるようになったらどんどんレベルアップしていきましょう。はい、それではテンション高め今日ガッツだぜ。ガズレレレレシンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ガッツだぜ。パワーフル魂ガッツだぜ。酸いも甘いもガッツだぜ。ルーザーの根性あっとこは汗かいてペソかいてゴッテン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 ワールドモテハイできないイエスもない、この真剣な青色に愛をちょうだい。会えないだけないできそうもない、この懺悔を神様聞いてちょうだい。そんな弱気でどうすんの、グッと飲んでバッとやって try try try、 たまに外して feel so good、 長い時近代一 make you hear the slew my enemyパワフル魂ガッツだぜ。何はなくともガッツだぜ。ブーザーと根性男は汗かいてペソかいてゴーガッツだぜ。ヤマトなでしこガッツだぜ。老いも若きもガッツだぜ。ブーザーかわいげ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、これはテンション高くなっちゃう。4つ抜きでもガンガンガンっていきたいやつ。これはね、やりましょう。思いっきり。これは出る。元気出るやつです。今の時期、ほんといいかもしれないです。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろん今のガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございまして、フルでやりたい方、自分で2番のね、コードは一緒ですからね。歌詞書いて、フルコーラスの楽譜作ってください。で、今のやったシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube の動画と一緒にできた方も、やっぱり自分で紙に書いて、ご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。その先には覚えていくとか、まあいろいろ豊かなことがあるんですけど、まずはご自身だけで演奏してみる。
ここに行ってみましょう。そういうことで参考になるのにいつもこう映してるんですけど、今ね、このガズクラブというサービスがスタートしました。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費をいただいて、ここにいつも見せてるこのガズのこのノートそのもの、これがデータとして皆さんのお手元に毎月5曲届く。ご希望があれば追加もできますけど、一応5曲っていう設定になっております。これでね、どんどん私のね、各独特のひらがなの感じとかね、この点の感じとか、あと書く時間がないけどすぐやりたいという方、ぜひご活用ください。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロード以外にも、このガズクラブ限定の生配信オンラインイベントとか、これがまた盛り上がるんですよ。もう、クローズドの中で結構の濃厚なところまでやってます。そしてね、SNS とかあって、そこで質問だとかいろいろ提案とかして、面白い企画がその中で回ってるんで、このクラブ活動、大人のクラブ活動、ぜひ皆さん、募集中です。入ってください。はい、それでは、時間ある方、どんどん書いていってください。はい、移します。いきなり歌から始まります。めっちゃシンプルですよ、コード進行は。ただしね、このファンキーでソウルフルで力強い感じ、歌のね、表現力が結構問われると思います。すごくこう、なんていうか、やっぱソウルフルに歌いたくなっちゃうんですよね。ぜひ皆さんちょっとこれ思いっきし、歌ってみましょう。はい。曲はね、シンプルです、結構。でね、ちょっと今日ね、ちょっと皆さんご注目。ここのコードとか、ちょっとこれなんて見てこれ。これ何これって感じでしょ。これね、ちょっとここで転調してるんですよね、実は。で、私がですね、ガズレレに超簡単アレンジにしておりますんで、ご安心ください。コードネーム見たことないけど、安心ですから。まずじゃあ、ここ一時停止して、A メロぐらいまでメモっててください。ここまでは、ガズレレ必須コードですね。はい、OK かな。ちょっと見づらいよという方、テロップが、動画内のテロップ一時停止してメモっていってください。これね、まあ、この辺は知ってるよね、みんなね。だからこれ、歌えるからいいんだよな、この曲はな。はい。コードもシンプルです。で、ここの B メロからこの A のサスポーっていうコード出てくるんです。これ、めちゃくちゃ簡単なんで、びっくりしないでね。はい、じゃあここから一時停止。で、これガズレレオリジナルショートカットはこの B メロやったら、あとサビを繰り返して、もう終わっちゃうよというショートカットアレンジでフルでやりたい方は、ご自身でどんどん書き足していってください。ここになんか書いてあるね、カッティングとか。ここちょっとね、かっこいいバージョンでは弾き方変えるよというメッセージでございます。はい、じゃあここ、サービの繰り返しです。これ歌詞が変わってるだけですね、ここはね。コード進行は一緒です。はい。あ？一時停止で書いていってください。で、最後のエンディングのところはこれ、まあ2回繰り返してエンディング終わったということなんですけど、はい、行ってみましょう。じゃあ、出てくるコード、今日はですね、この6個はいつも出てくる定番の入門コードなんですけど、これがちょっと今日はね、レアなコードかなと思うんですけど、まあ簡単ですから、ちょっと一応、ちょっとね、この赤いやつはね、後で解説するんで、まずこの、ここに映ってる6個、これから確認していきましょう。Am、F、Dm、D7、G7、E7。この6個は、もう皆さん、もうそろそろ覚えたと思うね。これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはウクレレを始めた方が一番最初に覚えた方がいいよというコードです。ガズレレではね、この 10個あるんですよ。この10個をまず最初に覚えてよということで推奨しております。10個あるんですよ。10個もコードある。コードっていうのはこうやつで。はい。本当はこれもう星の数をたって数えきれないほどあるんですけど、うわーってなるでしょ。でも初心者の方、この10個覚えておいたらもうほんとね、助かるやつなんで、もう前覚え、お願いします。でも10個もあるのかと思うでしょ。安心してください。1個ずつ見たら、これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個。簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるから、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイコードが覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っています。このリンク先まで必見ですよ。10個のコードを楽しく覚えちゃいましょう。これ楽しく覚えるっていうのがポイントなんで、この動画を見ていただいたら、どんなことが楽しいかよくわかると思います。で、コード10個覚えていきましょう。で、今日はその中で6個が登場ということなんですけど、今日はね、このさっきも言ったんですけど、途中で実はね、転調してるんで、その時のちょっと、あんまり見慣れないコード出てくるんですけど、簡単ですから、まず A からいきましょう。A、これはなんかちょこちょこ出てくる。これは簡単。つまり A7 と Am を同時に押さえる。はい。こことここですね。簡単でしょ。はい。次もう一個。これがね、悩みに悩んだこと。これね、本当は難しい Bm ってコードなんですけど、これ Bm って制覇出てきちゃうんで、ちょっと私のアレンジで、こことここ、これ A サスポーというコードです。こことここ2個押さえるだけです。ここですね。ここ。ああ、いい響き。これで簡単アレンジしました。A と A サスポ。この辺のところがこの曲でちょっと、普段見慣れないですけど、簡単でしょ。この2つのコードを使いますと、ウルフルズのガッツだ、ゼモ。かっこよくスタイリッシュに、しかも簡単にできますんで、ぜひ皆さん、ワイワイ弾いていきましょう。はい。じゃあ、これからかっこいいバージョンの解説に入ります。かっこいいバージョンはですね、難しいです。このね、原曲聴いて皆さんも分かると思うけど、やっぱすごくファンキーでソウルフルで、ね、かっこいいんですよ。もう踊れるやつなんですよね。もうこう、なんていうのかな、ほんとファンキーですよね。なんで、もちろんリズムとしてはこうなります。はい。
16ビートの茶、しかもこうシャッフルでこうちょっと跳ねてるリズムの感じで、やっぱりカッティングも入った方がかっこいいかなという感じです。どんな感じかやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。夏だぜ、パワーポン魂。いいんですよね、これ難しいんだよね、皆さん十分分かってると思いますけど、まあじゃあ C で弾いてみると、ちょっとこう止まってるのカッティングなんですよ。 左手を見てて、大げさにやるとこういう感じ。 F だったらこういうのね、16ビートとのチャとカッティング、右と左の合わせ技、これはまあ最高峰のリズムの難しさでございますけれども、一応練習方法をご紹介しておきます。この2つの弾き方、ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティング動画で双方解説しております。これはですね、もう本当ただひたすら体にこう染み込ませていくビートになりますんで、簡単ではないんですけど、まずこのストロークっていうんですよ、こういうのをね、この右手でこういうの、これをねやる上で一番欠かせないのは、まず8ビートというリズムが基本中の基本でございます。この8ビートができてないと、もう16ビートはもうとてもじゃないけどできないんで、まずは8ビート、その次16ビートにやってこうチャが入っている。チャっていうのはこれで、打楽器のアクセントをつけるということなんですけど、これが入ってきて、16ビートのチャということになりますので、まあ長い道のりかもしれませんけど、まずはこの動画を見て研究して、ずっと自分のものにしていってください。さらにそれにカッティングですよ。左手で音を止める。はい、これもね、脳トレ要素がすごく強いんで、動画でゆっくりとちょっとじっくり、取り組んでみてください。そして、メインのリズムは今の16ビートのチャとカッティングをちょっとほんのり、混ぜてファンキーな。こんな踊れる感じでやりたいんですけど、今回ちょっと注目なのはさらにそこにね深いリズムが来て、 B メロのそんな弱気でどうすんのどうすんのっていうところではですね、ちょっとフレーズを変えます。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。そんな弱気でどうすんの、タンタンツタンタタン、タンタンツタンタタン。これ難しいよ。ダンダンツタンタタン、カダンダンツタンタタン、チャ。これです。ゆっくりやると、ダーダースターダダータッ、ダーダースターダダーチャッ、ダーダースターダダーチャッ、ダーダースターダダーチャッ。これのリズムを刻みながら歌うわけですから、これはですね、なかなか深くて難しいです。これ難しかったら16ビートのチャのままずっと、そんな弱気でどうするの、パッとやっててやってもいいと思うんですけど、ちょっとこれできるようになったら、そんな弱気でどうすんの、タン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 カッ、タン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 カッ。ここでメリハリをつけます。ちょっとこの空間が空くところがこれかっこいいところなんですけど、まあ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 簡単ではないんで、はい、まずは16ビートのチャでバーッとやって、できるようになったと思ったら、この B メロにこのちょっとカッティングでストップをかける感じのメリハリをつける感じで、この B メロのところをやってみると、それに戻ったら、またガッツなずれてガーッと16ビートのファンキーにこの踊れる感じで、ずっとこう疾走感を持ってやっていくっていうのはかっこいいと思うんですけど、はい、だから説明すると、16ビートのカッティング、16ビートのチャとカッティングの合わせ技なんですけど、まあ、その中でもフレーズがこう2つ出てくるよということで、確認します。で、1箇所ですね、もうバシッとこう決めが1箇所、かっこいいのがあります。ちょっとやってみますと、場所はね、3回目のサビが終わった後、エンディングに行く間のところで、ちょっとワンフレーズ、ワンブロックだけのやつなんですけど、いきます。女は可愛く厳しくね、ガッツだぜというふうに入っています。今の Am で一回バシッと止めて、2弦の0、3、4です。2弦つったらこの弦ですからね。これの0フレットで開放弦と3フレット、4フレット。Am。 はい。もう一回。あんなは来く気にしていくね、ガッツだぜという感じ。ちょっとこのベースラインというかを表現して、これね、これちょっと入れるところを一箇所でこうストンとメリハリということで、決めを入れていきましょう。やっぱ全体的にはガチャガチャやっぱしがちになっちゃうんで、まあ、なるべくこうソフトな感じでこうファンキーに踊れるふんわり感も残しておく。で、やっぱりシャッフルですから、チャク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 、ちょっと跳ねてる
イメージも持っといた方がいいと思います。やっぱりでもそこで今日はね、この歌詞に注目したい。ものすごくこうガッツだぜ、こう負けるなみたいな。なんかこの A メロね、モテないできないとかね、なんかちょっとね、男の子が頑張ってるみたいな、そんなイメージがすごく、まああるんでね。まあまあ、今の時代に置き換えると、やっぱこんな時こそね、ガッツを持って、元気にこういう、やろうみたいな、そんなね、願いというか思いも込めてやるとまたね、テンションもグッとかね、あ、まさにガッツだぜという感じになってくると思いますんで、はい、そんなこと踏まえながら、やってみましょう。ウルフルズのガッツだぜ、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ガッツだぜ、パワフル魂、ガッツだぜ、酸いも甘いも、ガッツだぜ、ルーザーと根性、男は汗かいてペソかいてゴールダウンダウン、ダウンダウンダウン、モテないできない、理想もない、この真剣な俺らに愛をちょうだい、会えないだけない、できそうもない、この宣言を神様聞いてちょうだい、そんな弱気でどうすんの、グッと飲んでパッとやって Try 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 頑張りゃ外して Feel so cool、 万が一近代一 Make your day する前にガッツだぜ、 Powerful 魂、ガッツだぜ、何はなくとも、ガッツだぜ、ドゥーザーな感情、男は汗かいてペソかいていこう、ガッツだぜ、ヤマトなでしこ、ガッツだぜ、愛を赤きも、ガッツだぜ、ドゥーザーかわいい、女はかわいく厳しくね、ガッツだぜ、ガッツだぜ、ブーゼット根性、ガッツだぜ、ウーエー、ガッツだぜ、酸いも甘いも、イエーイ、せーの、ウルフルズのガッツだぜ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、もうほんとなんつうか、もうめっちゃエネルギッシュな気分になれますね。いや、確かに難しいですよ。これやっぱ16ビートのこのカッティングでちょっとファンキーなノリ。で、しかもこの勢い、ガッツのイケイケの感じも出したいわけですから、いろんな要素がバッと来るんですけど、うん、やっぱりあの歌の内容をね、こう表現するって、その辺がやっぱ面白いと思う。これはまあテンション高くいきたいやつです。はい。まずはだから16ビートでこう全体にできるようになるのがまず第一だと思います。B メロのところはちょっと難しいのでね。自分なりのこのアレンジでもいいと思いますね。もう大いに思いっきりガッツ持って楽しんでいきましょう。さあ皆さん、この面白さ、周りの方にもお伝えください。こんな楽しいことあるよとか言ってね、ご近所さんとか同僚の方とかお友達、親戚、家族、はい、お伝えください。このガズレレ YouTube チャンネルもご活用ください。いいねとか、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。そして今このガズの、いつも使ってるガズのわがままウクレレ、今のところセミオーダーも すぐ完売してしまって、またね、これも通常ラインもですけど、このセミオーダーもまあどんどん増やしていけるように、今ベトナムのモジャ君と、まあスタッフ一同でちょっと一丸となっているんですけど、やっぱりハンドメイトでね、もういきなりボンとこう増やすっていうことはいかないんで、今ご注文いただいている皆様、お待ちください。今ね、もう発送されるところです。まあその辺ちょっとね、いろんなやっぱ物流の混乱とかあるんであれなんですけど、間違いなく進んでおりますんで、ご安心ください。よろしくお願いします。あといろんなねことありますよ。順番、まずこの赤い本がもう大ヒット中でございます。リットミュージックの本、ガズレレの本、ほんとこれね、皆さんありがとうございます。ご活用ください。100曲入り、あと他にも黄色い本と緑の本とかねありますんでね、こんなこれも、あ、これもそうだ、増刷が決まりましてありがとうございます。あとなんだっけ、アプリだ、アプリ、アプリに40曲また新たに追加になって、アプリは今ね1曲ずつのダウンロード、グループってセットのダウンロードで、だいぶいろんなことができるようになって、メトロノーム機能とか、画面がスクロール、自動スクロールとかついてるんで、これアプリ入れるだけ、皆さんのスマホやタブレットに入れておいてくださいませ。あと今ですね、このガズのわがままウクレレをプレゼントするキャンペーンが始まっております。このキャンペーンはこの G ラボっていう、こう一つのねウクレレを制作する、まあ、チームの、リーダー、
上田氏が書いてるザ・ミッションというブログの中で、それをやってるんですけど、クイズがありますから、それに答えないと応募できませんよ。ぜひぜひちょっとこの辺で確認しておいてくださいませ。さっきもご紹介しましたけど、このガズレレの楽譜なノートのデータが好きなのできるというガズクラブ、これもね、今どんどん会員ガズレレクラブ員が増えてます。ここでやるイベントなんかもめちゃくちゃ面白いんで、あと SNS でいろんなやり取り、こちらの方もぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではいろんなグッズがあります。このキャップだとか T シャツ、あとこのストラップ、これもね、あの前ハニー小杖さんがこうハンドメイドで作ってるものでございまして、なかなかいいですよ。あとはこの水引き、ガズの両親が一個ずつ作ってる世界に一個のこの水引き、ここ挟むだけですから、別にこれ外せばもう何でもないウクレレです。これがついてると、あ、これ自分のウクレレで愛しいなと思います。こういうのとかですね、あとはこれです。いつもご案内してますけど、ガズのデザインしたコンサートウクレレまで入るウクレレリュックサックなんですけど、これリュックサックなんですよ。で、こういうふうに横もにも持てて、ビジネスマンが持てても全然違和感がないということで、これウクレレが入ってるのはとてもじゃないけど思われないということで、あと中に開けると、譜面台が入るポーチ、これマジックテープでどこでも動かせるんでね、便利です。あとはちっちゃいこういうポーチ、2つのポーチがこうついております。そして中はね、これもちろん生地は楽器用専用のものすごい分厚い楽器をしっかりホールドして守ってくれるやつなんで、ね、ぜひこのリュックも、チェックしておいてください。そんな感じでとにかく盛りだくさんのガズレレなんですけど、とにかくガズレレホームページを見ていただくと、まあ大体のことが分かると思いますので、ここはいつもチェックよろしくお願いします。それでは楽しくウクレレしましょう。音楽がある、ね、日常っていうのは本当に豊かだと思いますんで、どんどんやりましょう。ありがとうございました。それではまたガズレレでお会いしましょう。さよなら。